はい、まあ、今回の企画の趣旨はですね、あらかじめですね、私のツイッターの方でですね、お題の答えを出すという形式を取ります。で、そのお題の答えをもとに皆さんにクイズを考えていただくと。そして私が今回、お題として出した答えはですね、締め切り前日でございました。まあ私がね、問題を出すんですけれども、誰かに、まあ、回答していただかないといけないので、今回もですね、スペシャルゲストの方をね、お呼びしたんですよ。じゃあまあ早速ご登壇いただきましょうかね。すいません。今回回答していただく、スペシャルゲストの方、よろしくお願いします。吉野です。君前回も見ましたね。前回もまた見ましたね。まあ、このロボが言うことであれば、間違ってないだろうと。まあ、ウィキペディアの要出典を信じろと、いうことでございます。じゃあ、次の問題。一般的に縁起が悪い日とされている日は、仏滅、13日の金曜日。あと一つは何？縁起悪い日ね。これね、小学校で習ったわ。私、先生に教えてもらったもん、これ。これってさ、何だったっけ？締め切り前日。あ、これだ！そう、締め切り前日ね。そう、締め切り前日は縁起が悪い日っていうことでね。皆さんもね、学校で習ったと思うんでね。じゃあ、次に行くか。ジオングを見たシャアに、足はついていない。という指摘を受けたジオングの整備士が言ったセリフ。あんなの飾りです。偉い人にはそれがわからんのです。ですが、では、彼がこのセリフを思いついたのはいつ？あーね、ガンダム見てなくても、もう知ってるほどのね、有名なセリフですね。まあ、もともと、まあもちろん整備士はね、あんな風にね、自信満々に言ってたぐらいだからさ、もちろん、もう開発段階からも初めからついてませんでしたよ、みたいな感じだったはずなんですよね。このセリフってさ、いつから思いついてたのこれ。締め切り前日。ものは言いようだね。足あった方が良かったけど、まあなんか、プライドの高いシャアを満足させるにはさ、ちょっとなんか、それっぽいこと言って、なんか、ご機嫌を取るっていうか、満足させないといけなかったわけなんだね。じゃあ、次の問題。遠いと楽だけど、近いと苦しいのは、なんだ？なぞなぞだね、これね。これ、私ね、ちょっとなぞなぞの問題苦手なんで、ね、ちょっとこういうね、ちょっと抽象的な問題、ちょっと、これって、何なんですかね、これってね。締め切り前日。なるほどね。もう締め切り前日とか遠いとどうでもいいからね。うん。これで分かりやすくていいね。次の問題。問題です。楽しみで眠れなくなるのは遠足前日。では、楽しみでなくても眠れなくなるのは何？あー、うまいね。そういうトンチ系できましたか。なんかとかけてあると思うんだよね、この遠足前日。なんかの前日とかけてあると思うんだよね、これね。これって何の前日だか知ってる？ヤシロロボって。締め切り前日。そうね。締め切り前日ってさ、なんか、楽しみどころかさ、なんか、ケツに火つけられてる状態でもう、あちあち状態なんだけどね。あちあち状態で眠れない。まあ、遠足前日もある意味、胸があちあちかもしんないけど、どっちかっていうと、この、締め切り前日はケツの方があちあちしてんだよね。ちょっと熱くなる場所が違うかな、みたいな感じのね。さすがロボですね。じゃあ、次の問題いきますね。私はプログラマー、ヤシロ気づく。娘のゆずと飲食店に行って、ガタイの良いオカマと包丁を握った女の怪しげな取引現場を目撃した。取引を見るのに夢中になっていた私は、背後から近づいてくるもう一人の仲間に気づかなかった。私は毒薬を飲まされ、目が覚めたら、体が縮んでしまっていた！ヤシロ気づくが生きていると奴らにバレたら、また命を狙われ、周りの人間にも危害が及ぶ。海ヤシの神の助言で正体を隠すことにした私は、ゆずに名前を聞かれて、とっさに壁にかけてあったカレンダーを見て、こう名乗った。締め切り前日。この場合は名探偵前日になるんですかね。カレンダーを見て気づいたっていうことは、当日が締め切り前日だったってことなんだけどさ、この縮んでしまったヤシロ気づくの参加していたプロジェクトは絶対にもう間に合わなくて大炎上するっていうことがもう決まっちゃったんだけど。で、次の問題。まだ携帯電話が普及していない頃のお話です。とある有名漫画雑誌で、某妖怪バトル漫画を描いていた T 先生。妖怪を題材に扱っていたからか、T 先生の家ではよく怪現象が起きていました。その中でも一番有名なエピソードは、ある時期になると T 先生宅の電話線が切れ、担当編集と連絡がつかなくなるというもの。
さて問題。T 先生宅の電話線が妖怪のせいで消えてしまうのは決まっていつ頃？あ、そんなエピソードがあったんだね。T 先生もね、きっともう担当編集の人と連絡が取りたくてしょうがないんだよ、そう。妖怪が意地悪して電話線が切れちゃうらしいんだけどね。俺って、決まっていつ頃って、いつなんだろうね、これね。締め切り前日。なるほど。なるほどね。うん。なかなか意地悪な妖怪だね。締め切り前日に必ず切るなんてね。じゃあ次の問題に行きましょうか。皆さん、画面の方を参照してください。イタリアの17世紀を代表する大画家、ミケランジェロ・メリージ・ダ・カラバッジョが残した、この名画のタイトルは何？あ、これね、会社で見たことあるわ。こういう顔してる人はね、会社で見たことがあるわ、私。いやー、まさかね、美術のね、問題が出てくるとは思ってなかったけど、世界史の教科書とかになんか載ってそうだよね、これね。恥ずかしながらね、この絵が何ていうタイトルなのかね、わかんないんだけど、これってね、何ていうタイトルか知ってる？締め切り前日。あ、締め切り前日ってタイトルなんだ、これ。4世紀前のね、海外でもね、我々と大して変わんないんだってことをね、ミケランジェロからね、学ぶことができました。いやー、ありがとうございます。いやー、いい勉強になったね。この配信、勉強になるね。うん。